かしいな。ちょっと待って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 、麻酔ないと無理ですね。つけぶっとうかよこれ。違いがわかんない。なんかよくわかんない、問い合わせてください。これでもう坂先生足つぼとかしてもらったら完璧ですよね。交感神経が優位になるなる。できます。できますって。できますって。太田さん今日は水玉で交換上がりまして、はい、で針で副交換が優位になって、はい、で足つぼ、うん、で大シャリみたいな。あ、完璧ですね。お願いします。あ、ロリコンちゃん、松尾田です。どうもね、こういう感じらしいです。ちょっとこうさ、交換神経こうやって感じて、なんかこういう感じらしいので、ちょっと足つぼ、怖いなぁ。松尾田道中記。今日もあすかさんに来ていただくんで、もう今までずっと待ってましたから、坂先生。今かと。そうそう。坂先生、これ僕の情けですからね。出番がないから、僕も。出番作ってあげてるわけですから、これも。頼みますよ。トイレ塗っていきまーす。大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫。今日は、ね、リラックス系でいきますか。おお、いいですね。じゃあ、頭頂。大丈夫、大丈夫。よしよし。お痛いけど、はい、まあ、大丈夫。ああ、まあ、我慢できる範囲で。そう、いや、気持ち、痛気持ちいい。痛気持ちいい。え、なんて痛気持ちいい。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 あ、でもやっぱ、そう、リラックス系はありがたいね。不足と、ね、大丈夫ですね。リラックス系、ね、違うわ、違いますね。違う、違うわ。首、ほら、おお、全然違う。森川さん、はい、全然違うわ。そうでしょ。今日は優しい、優しいサーカス。優しい猛獣使いがおらん。次なんですけど、うん、目いっていいですかね。はい、どうぞ。目です。あー、優しくない。痛い痛いっすね、やっぱ目ね。ね、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、これダメです。ちょっとめちゃくちゃ痛い。さっきどうもなかったんですよ、この辺。木崎先生って。いやいや、先生、そういうこと言わなかった。パクリみたいな。本当にちょっといかん。こう、それお願いします。君焼きスタイル。あ、痛い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 っすね。耳ん、あ、耳は大丈夫だな。あー、大丈夫だな、痛い。これ耳って何ですか。耳のどこが悪いよこれ。形。あ、そこは大丈夫だな。そうっすね。あ、だめ。違う、大丈夫って言ったら強くする。大丈夫って言ったら強くしないでしょ。平常運転、はい、平常運転ですね。あ、その辺はね、やっぱ大丈夫です。あ、大丈夫ですよ、強くなる。僕はそのこう土踏まずあるじゃない、はい、まあ、あの辺はね、はい、気持ちいいんですよ、基本、うんうん、目ですね。そう、目がね、垂れとるからやろね。そう、垂れとるから。耳は何、やっぱ形が悪いの。鼓膜が垂れとるじゃん、大丈夫。そう、お前。お前、それツインしてる、大丈夫。ちょっと気をつけよう。あ、そう、鼓膜がダルダルやからね、直してもらえるのね。そうです、直してもらってます。でも前よりだいぶマシでしょ、足。はい、あ、そうです。ねえねえ、だい目のとこが激烈に痛いですね。ほら、肩ね、もう肩も、はい、これか、もう いです。あ、いい、これ今大丈夫。あ、
だピロリ菌除菌しとるね。ああそうね。ほらほら、いや気持ちいいもん。あ、二階堂さんみたいになった。ね、二階堂さん。確かに。使えなくなりますね、二階堂さんみたいになって。このくらいリラクゼーション。これ気持ちがいいわ。腎臓液。うわあ。ちょっと待って、腎臓痛い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 。それも腎臓ですか？そこも！そこも腎臓ですか？肝臓。あ、肝臓。あ、腎臓肝臓。痛い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 。あ、そう痛いねやっぱね。いや悪いんやろな。腸。腸は大丈夫だな。目と腎臓と肝臓だな。ですね今のところ。腰あ、そうそう、痛い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 。腰ちょっと待って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 。腰も来た。タイガーナックルやつ。これはやばい、これ麻酔がいる。これは正気麻酔とかでもせんと、これちょっと耐えれんかもしれん。これちょっとマジでちょっとやばいかもしれん。ちょっと待って。これちょお願いしますね。お願いします。お願いします。ああ、ちょっと待って。これちょっと待って、これなんでこんな痛いんですか、これ腰ですか、これ腰です。あ、すごい、最近腰がね、悪いって言われるもんね。ちょっとどうしよう、もうなんか針で麻酔とか打てんのかな、これ。ああ、だいぶ楽だ、これは。あ、よかったよかった。ここさっきのこと違います、これ。いや、弱め。あ、弱め、はい、ありがとうございます。お心遣い、感謝します。あ、ね、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。強くしましょう。強くしましょう、今ね。なんで今、弱めて、また強くしたんですか。不意打ちですか。プライドっすか。プライドっすか。声が聞こえる。どこから声が聞こえるんですか。幻聴やろ、絶対。声が聞こえて。お前が言ったの。いや、サムネイル。なんか言ったやろ。サムネイルに一回強くしてください。その前に一回強くされた方がもういいや、いらんや。一回取ったら、まあ何個かいるかなと思って。もう大丈夫です。もう大丈夫ですね。ああ、もう大丈夫です。松尾田道中記。では、左も。ちょっと待って、腰痛かったぞ、ちょっと。それ腰めっちゃ痛い。腰やばい。前そんなことなかったのにな。そうですね。あ、ほら、大丈夫、大丈夫。ああ、絶好調。全然お前。鼻ですね。鼻は大丈夫。これ二階堂は鼻とか痛いやろね。焼いとる気痛い。レーザーで焼いとる気痛い。焼いとる気痛い。痛い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 。それは治療なんですか。痛いけど我慢できる。痛い痛い痛い。そう、首ですか。これは側頭。あ、側頭か。痛いな。下垂。ああ、ちょっと待って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 ください。話して一回。ちょっと一回話してください。掴んだままにするのはダメです。痛いって言ってね。ジャッジあるんですよ。待っての意味が違います。その押したまま待ったらダメです。わかるでしょ、さすがに。押してね、わかるやろ。押したまま待ったら継続やから、それはダメですよ。ちゃんと外さないと。それちょっともう痛いって言ってんだから。その下垂痛いってこっちなかったですね。あったっけ。なかったよね。こっちもう一回やってみますね。もう一回ある、もう一回ある。でも下垂痛いなかったよね。あ、ほらこっち痛くないもん。あ、こっち痛くない。ほら、うん、全体的に左の方が痛い。じゃあ左がどうなんですか。左の下垂痛どうなんですか。左の下垂痛もう一回して。ああ、死ぬ死ぬ、ちょっと待って、死ぬ死ぬ、ちょっと待って、なんか話してんだ。痛いって言うよ。握り離しちゃダメだ。もう必死になってタメ口になってしまうんだけど。どう違うんですか、これ左右って。こっち全然痛くないですよ。触ってもらうと分かるんですけど、はい、こっちの方が分厚くなってるんですね。あ、そうそう、ここね。はあ、ここも、はあ、それはあるかもしれない。いや、関係あります。いや、違う、痛さ全然違うんですよ。こっちマジでこう麻酔ないと無理ですからね。これ僕もう無理です、麻酔ないと。これはもうこれ以上は、これ以上は僕多分気絶します。これは無理です、これは。俺もう なんでみんなそんな心配としてお前ら当事者じゃないから、そんな感じで折れるけど。痛いんやけん、めちゃくちゃ。分からんやろな、お前やな。痛そうです、ね、お前特に分からんやろ。分からないですね。いや、すごいわな。こう考えるとさ、麻酔なしで盲腸の手術した鈴木史郎はすごいよ。お願い
願いします。首です。痛い、痛いけど、かす痛いほどじゃないな。痛い、大丈夫、痛い、目です。痛い、痛い、ちょっと待って、たまたま話してて痛い、もう嫌だ、痛い。お願いします。はい、ちょ、頑張ろう。あ、それなんですか。これ目ですね。あ、目様。あ、わかんでらっしゃる。痛い。耳。痛いけどこっち大丈夫だよ。まだ大丈夫。これ大丈夫ちゃうと強くしようやろ。痛い。強くしてます。耳が悪いっていうのは何ですか。鼓膜がダルダルじゃないですか。お前や。耳が悪いっていうのは何ですか。目と耳は、はい、例えばこう交感神経が優位だと、はい、結構、ね、過敏になっちゃうんですね。あ、耳が、はい、あ、なるほど。いいねさっきと違うでしょ今話しててだからさっきと違うでしょやり方ちょっと、うん、でしょうね。めちゃくちゃ痛い。それは痛い。それやめてください。それはもう二度とやらないです。それめちゃくちゃ痛い。それ腎臓、はい、こっちはね、あら腎臓が、こっちは大丈夫、あ、痛いけど、まあ、大丈夫とか言うと強するけど心臓は大丈夫、うん、痛いですよ。痛いけどかす痛いとかほどではない。っていうか右の方が痛かった。あ、痛い。いいですね。大丈夫、ピロリ菌退治したね。いいかな。腸に。あ、腸。腸は。あ、ね、腸。あ、大丈夫だ。あのね、あれね、二階堂とかさ、はい、自分であんだけリアクション取っとったよ、はい。あれ後で見て自分で大笑いする。自分大好きですから二階堂さんはね。こうやって人の時はね。いや。じっと見てる。違いますよ、研究しよう。違う、自分で自分を見て笑うんじゃなくて、僕の何かしたことに松尾さんが突っ込んだのを見ておかしくなってくるんですよ。違うやん、痛がりようのとか見てからもう腹抱えて笑うもんね。寿司食うやん、それで。いや、そんな、それつまみに。嘘やろ、それおかずに寿司食うやん。そんなことあります。酒飲んで。腰ですね。痛いけど、あ、全然右より、右より大丈夫。タイガーナックルっぽいですけど、大丈夫です。痛いよ、痛いけど、右より大丈夫。あ、全然違うですね、なんかね。うん、違います、ね。差がありますね、右左で。あ、こっちは大丈夫やな。うん、痛いけどね。あ、痛いけど大丈夫だ。これやっぱなんか、おい、なんかボソボソ言おるやろ、おい、誰おい。なんか、もう一度させようとしようやろ。あ、いや、大丈夫。お前が言うとおさんくさいんだよ、お前、この黄色。違います。黄色と黒がちょっと喋ってただけなんで。すみません。あ、絶対なんかさせようとしようかな。松尾忠興。あ、はい。ありがとうございました。あった。なんか、あります。もう一回。飲むないです。おかわりたい。もう大丈夫です。覚えておいてください。これ僕の温情ですから。出番がなかったから、ずっと見よったから。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったね。全然でもあれですね。うん、前よりは、うん、いや、もう出すね。まず使った。いや、ちょっと待って。もうそんなのされたらもう地獄やろ、それ。せっかくずっと見てます。いや、もう寂しそうに見てます。寂しそうにこっちを見て。僕も出番欲しいとこ。出番欲しいと。いや、これじゃ、ちなみにちょっと待ってください。ちなみにこれどこに使うつもりなんですか、これ。なんか腸がかすりたいって。いや、お前。いや、サーカス先生、これ良くない。良くないです。お前、ぶち殺すぞ。お前。いや、違う、かす痛いは痛いですよ。他のとこしてください。ちょっと、じゃあ、これ出番ないならしてもいいけど、こう、ちょ、他のとこしてください。かわいそうだね。痛くないところをこう。痛くないところ。リラクゼーションのやつで、なんかこう。こっちの腎臓は大丈夫。腎臓。あ、そっちは痛くなかったですね、腎臓はね。
ちょっと待って、ダメだ。やっぱダメだ。こんなんでやったらダメよ。先がちょっと丸いけんけど、もうちょっとガツだろ。つけぶっとばよ、これ。これ、いや、もう、いや、痛いに決まったね。もうやめようぜ、もう。こういうのは。もう、もういいや、ね、いや、もう。これでされても痛くなかったよね、お前ね。あ、痛くなかったです。はい。いや、これは無理やわ。ありがとうございました。もう結構です。はい。ありがとうございます。なんで痛くないのかなと思って。僕もそれは分かんないです。なんだよ、なんで痛くないのね。お前も痛いよな。痛いです。で、お前カス痛いって言ったな、お前。カス痛いよ。痛いですよ。お前カス痛いですよ。僕被害者ですよ、今。はい。待って、今回の棒でお前カス痛い押されたら、お前大きいですよ。カス痛いだけやってもらったらいい。いや、だから、あ、チョコリね。あとでね、あとで。いや、なんか大車輪していただくっていう話だったんで。そうなんですね。そうそうそう。大車輪が待ってるんですね。そうそう。そうか、大車輪先頭、何しに来たか分からんすか。いや、そうそう。ただ、木の棒で押し切松尾道中期いってでも松尾さん顔色めちゃくちゃ良くなりました。あ、本当ですか。あ、血色がってなんか今言ってし、なんだこれ、側頭部側頭部側頭部今言って始まる時あ、これあのかっこいいエフェクトが入るやんあこれ柔らかいでしょ今日。はい。今日もう負ける先生のこれはもう結果ですよ、うん、これはもう。そんなことしてましたっけ？前の方は確かに。ああ、ちょっと待ってこれは痛いね。ああ。ああ。こんなんしてましたっけ？あ、痛い。あ、これ痛いですね。こすっきりで、これ何ですかこれ？これなんでこんな痛いんですか？これ何ですかこれは？チョボリさんみたいなこうちょっと顔がこう前に出ちゃう人とか、あとはまあそうじゃなくても、はい、疲れてくるとみんな首が前に出ちゃうんですよね。こっち痛くない全く。これなんでこんな左右差のなんか今回。こっち全く痛くない。でも腰とか全体もそうだったのかもしれないです、ね、だから歪んでるんですかね。うん、そうですね。左右差が、あ、こっちはね、どっちかというと気持ちいいぐらいだね。こっちの方が若干張ってはいるんです、ね、あ、そうなんですか、うん、あ、始まったんですか。まあまあまあ、まだアイコンタクトがあったんでちょっと言ってください。極みですか、今回は。そうですね、極みが…極みやったらあんまりいってない。いや、ちょっとどう違うのか分からんのよね。でも極みじゃないと落ちないからですね。そうそうそう、上がって下がってるね、はい、あ、そうね、足つぼで上げて極みで落とす。では、やっていきます。はい、いきます。違いが分かる。これさっきまで、ちょ、ごめんなさいね、笑って。さ、じゃあさっきまでと違いが分かんないんですよ。これ行きますって言われたけど。やってることの違いが分からんから。全然違います。どっから始まったか分からない。全然違うんですか、これ。全然違う。何やってんの、効果。効果、効能が全然違う。効果、効能が全然違う。うさんくさいな。心霊の実績の極みで。あ、そうか、これが極みか、これ分からんな、俺。いや、気持ちいいんですよ、気持ちいいんですけど。じゃもう笑いが出てますよね。いや、違う、行きますって言った後の言った後が全然分からんから、もう受けても分かんないですよ。いや、受けてて分かんないですよ。効果効能がでも違うって言われたらそうなんでしょう。もうこれは行くか行かないか、どういうこと。行くか行かないか、そういうことですか。何の話してるんですかね。行きますって言ったらだからもうその違いでしょ、だからそれ言うか言わないかだけでしょ。いやもう分かんないです。それね、どっちが元祖って言ったかみたいなことでしょ、それ。でもね、効果効能は違う。
行った方が効果効能があるんですか。あ、目的がちょっと目的が違う。え、極めて目的が違うんですか。と、あの首もみと最初はまあ、ただ首もんでるだけもう言うてしまったね。首もんでるだけ最初は極みは目的がちょっと違う。そう、最初っていうのは何ですか。始まる前、そう、あの極みの前は首をもんでる。ああ、なるほどなるほど。びっくりした。もう大丈夫、首もんでるだけって首もんでるものに対してあんな大層なエフェクトかかげて、そうだって4年間かかるとか言うたらこれやっぱ違うんですね。そうですね。グロンさんできてますよ今。あ、本当、これがグロンさん、それがグロンさんの動きですよ、ね、難しいね。これやってもらってるからできるけど、自分でやろうと思ったら無理よこれ。これはコツが、これでも練習すればみんなできる。あ、そうなんですか。ニカさん上手なんですよ。そうでしょ、うん、うわー、あれできないですよ。おー、すごい。なんでだろうね。右が痛いですね。右、そう、側頭部も右。聞こえたよ、まあ、聞いた。聞きました。マキル先生に対してますます可愛いって言ったね。俺じゃねえよ、俺じゃねえよ、俺じゃねえよ、俺じゃねえ。相変わらず可愛いって言ってんじゃろ。違うよ。うふじゃねえよ、こんなとこで言うかよ。見てないとこでナンパするよ。言うかよ、こんなとこで。いや、他のとこでは言うよ。いや、他のとこでも言わないよね。かわいそうですよね。言いますよ、言いますよ。いや、綺麗ですよ、綺麗ですよ、今日もいつもお綺麗ですよ、パシッとしてね。え、はい、終わった。ありがとうございました。お前さ、お前向こう向いてるの。終わった。終わりました。はいって言われたよ。終わってしまった。二階堂さん撮ってたら終わっちゃいました。あつおた道中期、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すごい、わーっと血が昇る感じがしますね、やっぱね。めくってます。うん、やったー、大車輪成功ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。大車輪してくださいって言われて、これ金額いくらなんですか、これ。そもそもでもリクエストがあれば、まあ、ちょっとこうするの中に組み込む、はい、普段の治療にも、あ、組み込める、はい、あ、だそうです。なんかよくわかんない、問い合わせください。水玉と針に組み込む余地あります。大丈夫です。大丈夫です。勝手に決めてたから知らんけど、知らんけど。いや、すいません、説明欄全部貼っておきます。チャンネル登録お願いします。さよなら。すごい権限持ってますね。カナ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 ビオハリーと水玉でカナ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 疲れも不調もさよならカナ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 王子サーカス天使もいるよ天神院と赤坂院のカナに来てね。来てください。それもう二度とやらないです。めちゃくちゃ痛いですよね。パターンが違う、サイズもさ、パターンが違う、プライドがあるやんね。あ、なるほど。10月15日プライド発売とか、皆さんよろしく。そうですね、これ公開されてる時10月15日過ぎとか。その可能性はありますね、うん、じゃあもう一パターン撮っとこうか。10月15日プライド発売されたんで、皆さんよろしく。これいい。あ、そっちの2つも使われたんだ。